最終回の全員名乗り感動しましたね皆さんこんにちはコバブルです今回の動画はアバトロー戦隊ドンブラザーズを最終回まで見た感想を話していこうと思うんですけどもこの動画を収録している日がまさに最終回でした いや、本当にすごくいい最終回でしたね。最終回を見立てほやほやの感想を話していきますので、できるだけまとめて話すつもりですが、もし話がどっちらかっていても許してもらえると嬉しいです。まず、ドンブラザーズの感想を一言で言うと、いくつものドラマを同時に見た気分になれる戦隊シリーズでした。 ドンブラザーズは放送前から色々と話題性もあって、初の男性ピンクだとか、5人のプロフィールの癖が強いとか、前作のゼンカイジ回ーから五色高いとか続投だとか、そもそもドンブラザーズっていうタイトルから何のこっちゃみたいないろいろありましたよね。 僕もそういう話題になった部分について動画を投稿したりもしましたしその辺りが本編にどう関わってくるのかを楽しみにしながら見始めたんですけどドンブラザーズのこういう部分が今までのスーパー戦隊シリーズとは違うのだっていうのを一個一個指摘するのがやぼなくらいしっちゃかめっちゃかで謎な部分も話が進むごとに解明されていくどころかどんどん増えていってはるかの漫画盗作問題とか夏美と美穂の関係とか結局マスターって誰なんだ ノー,とかあのノートかかかだけじゃなくてジューとか出てとと出きたりとかねしかもその謎がなかなか回収されずに結局終盤になるにつれて少しずつ謎が解明されたり解明されなかったりっていう風に終わるっていうだからだと思うんですけど1話の中に情報量がすごく多かった印象になりましたし一気にいくつものドラマを同時に見た気分になりました。 でも不思議と消化不良な感じはなくて特に最終回なんてもう目頭が熱くなりましたねまさかドンブラザーズの最終回が泣ける最終回になるとちょ僕は予想できませんでしたさっきは「しっちゃかめっちゃか」なんて言い方をしてしまいましたがいろいろなドラマの詰まっていたドンブラザーズあえて絞るならドンケとノーとジュートの問題が一つ。 夏美穂問題が一つそして遥かの漫画盗作問題が一つこの三つが柱だったのかなと思いますドン家とノート獣との問題が多分一番ストーリーの根幹だったとは思うんですけど僕は夏美穂問題の方が印象に残っています犬塚翼の恋人夏美と木ジ野の奥さんの美穂ちゃんの謎を東映のサイトでは夏美穂問題と表記していたので僕もこう呼ばせていただきます まさか美穂ちゃんが10度だったなんてねそして3回も一月になってしまったキジノ犬塚翼が夏美を救ったことで美穂ちゃんが川で消えるシーンすごく切なかったですね最終的には翼はその2とキジノは夏美とくっついたっぽい終わり方だったのでそれぞれ幸せになってほしいなと思いましたそもそも夏美穂問題がこんなに最後まで引っ張られるって僕思ってなかったですね はるかの漫画盗作問題はなんとなーく謎のままそんなことよりって感じでごまかされながら進んでいきましたよね結局は未来からやってきたはるかのせいだったんですけどただ盗作問題って感じで終わるんじゃなくてはるかの漫画がドンブラザーズを最後に綺麗にまとめてくれたのも良かったです何よりもはるかの顔芸っていうんですかリアクション芸が本当に楽しかったです可愛かった マスターこと五色ダカイトの存在は最後まで謎で謎したね1年前くらいにブラック五色ダカイトの正体について考察するっていう動画をね僕投稿したんですけどまだ結論が出ていないとはいえ僕の予想は外れていそうですね。 最終回で役目を終えたドン・モモタロウの描写として色が赤からモノクロになっていたのでモノクロのゼンカイザーゴシケダカイトも何かの役目を終えて記憶をなくしたってことだったんでしょうかこの謎は V シネのドン・ブラザーズ対ゼンカイジャーで明かされるっぽいので楽しみです。 とにもかくにも最終回ですよ。もうこの最終回を見るためにこの一年ドンブラザーズ見てきたと言ったら過言かもしれませんが、それぐらいいい最終回だったなと僕思いますね。だんだん記憶をなくしていく太郎とそれを見送るジンや仲間たちとのシーンで本当に泣けたんですけど、その後の最終回の全員名乗り、感動しましたね。ドンブラザーズって最後までほとんど名乗りシーンというものがなかったんですよね。 それが最後の最後にやっと全員揃っての名乗りであのねぶた祭りですよ。もうまさに祭りだ祭りだって感じでね、もう全僕が湧き立ちましたね。ここまで感想を話してきて改めて思ったんですけど、ドンブラザーズって今までのスーパー戦隊シリーズの常識を覆すような作品という言葉ではもうまとめきれないですね。 5色の戦士たちが敵と戦って最後には巨大ロボットでとどめを刺すっていうスーパー戦隊とはみたいな部分以外の作り方を全部変えたような作品だったなぁと思いましたまだまだ他にもドンムラサメのこととかね忍者おじさんのこととかノートのキャラクターがほんとみんな個性的でよかったってこととか5人の中では地味だったかもしれないけど猿原慎一がいてくれて本当に良かったっていう部分とか いろいろ話したいことはありますがこの辺りで今回の動画は終わろうと思います来週からは王様戦隊キングオージャーが始まりますね放送開始前までにキングオージャーの前情報をまとめた動画も作る予定ですのでお楽しみに今までに投稿したスーパー戦隊関連の動画は YouTube の再生リストにまとめてあるのでそちらもぜひチェックしてみてください それでは今回の動画はこの辺でコバブルでした。また次の動画や生放送でお会いしましょう。バイバーイ